と、ちょうどいいところに来たわね。よう、リズ、何か俺に用なのか？実はね、キリトから私をサードレさんに紹介してほしいのよ。サードレさんに？ええ、私サードレさんに弟子入りしたくて。弟子入り？でもサードレさんは鍛冶師じゃなくて細工師だぞ。分かってるわ。だからこそ弟子入りして細工を学びたいのよ。私は鍛冶屋、このマシニスタのスキルのおかげで他の物質を形質変換して武器を作ったりできる。でも武器のメンテとかさらなる強化にはちゃんとしたこの世界での技術が必要みたいでね。なるほど。スキルでできるのは作成まで、その他はこの世界での鍛冶や細工の技術がいるってことか。そうよ。この世界での鍛冶は炉を使って武器を鍛える。細工はのみやヤスリで武器を削って作る。それで武器の品質を保ったり手入れをするには細工の技術が適しているって聞いたの。なるほど。確かにそれは言えてるかもしれないな。研磨技術にかけては細工に勝るものはない。ええ、だから私細工も学んでもっとできることの幅を広げた鍛冶屋になりたいの。お願いキリト、私をサードレさんに紹介して。わかったよ。そんな熱意があるならサードレさんも引き受けてくれるかもしれないし、会いに行ってみよう。無理じゃよ。わしは弟子など取ったことはないし、これからも取る予定はないんじゃ。そう言わずお願いします。うちの店は忙しくてあまり余裕がないからの。教え取り暇などないぞ。それにジョーちゃんは鍛冶師じゃろ。なら細工まで身につけようとするのは随分と欲張りな話でないかの。鍛冶だけじゃなく細工を学んでより鋭利で実用的な剣を作りたいんです。それから武器のメンテじゃなくて調整も細工の技術を使った方が仕上がりがいいと思ってます。おお、ジョーちゃんは細工に偏見はないってことかい。偏見？うん。世の中の大半は鍛冶の方が細工よりいい武器を作れると思っとるんじゃが。偏見なんて、むしろ尊敬してます。キリトの夜空の剣を作ったのはサードレさんなんですよね。ああ、大事な黒煉岩の砥石を6枚もすり減らす羽目になったがの。私あの剣の強さと輝きを見てずっとサードレさんに会ってみたいって思ってたんです。そうかい。はい、あんなすごい剣を作れる人から細工を学べたらどれだけいいかと思って。まあまあ、あれはわしの人生の中で最高傑作と言っても過言ではないからの。あの悪魔の木から削ったんじゃ、優先度はもとより高い。炉で鍛えた方が武器の優先度は高くなるという法則があるものの、あの素材にはそんなものは必要ない。どれだけ鋭く削り磨き上げられるか、ほぼ毎日そのことばかりを考え、あの剣を作ったわい。やっぱり作り手の強い思いがこもっているんですね。あの剣から伝わってきます。おう、サードレさん、私技術は目で見て盗みます。足手まといになるようなことはしないって約束します。どうか教えてくれませんか？そうまで言うなら考えてやらんこともないぞ。おお、よかったなリズ。とはいえまだ決めたわけではない。ジョーちゃんの素質を見極める試験を行ってからじゃ。試験ですか？ん？この近くの山岳で採れる赤稜岩中細工素材があるんじゃがな、そいつをまずは削ってみろい。最初から剣を作るのは無謀じゃし、まずはこれと同じ器の形にしてくれ。ちなみに期限は明日までじゃ。わかりました、やってみます。ありがとうございますサードルさん。
かげさまできっかけがつかめたわ。いや、俺は店にリズを連れて行っただけだからさ。まあ、それよりも俺も一緒に素材を取りに行こうか。赤涼岩だけじゃなくて砥石になるのも必要だろ。ううん、大丈夫よ。ここからは一人でやれるわ。ん、そうか。結構大変だと思うけどな。大丈夫よ。自分の力で何とかしたいから。それじゃまた後でね。わかった、応援してるぜ。弟子入りだなんて思い切ったこと考えるな、リス。やっぱり武器への情熱が強いのか。リズは今素材を集めて試験の課題に取り組んでるところだろうけど、うまくやれてるのかな。気になるし様子を見に行ってみるか。おい、リズ。リズ、キリト、ごめん、いるって気づかなくてぶつかっちゃったわ。いや大丈夫。それよりそんな急いでどこに。リズが手に持ってるのは赤涼岩。形は岩のままだ。もしかして全く削れてないっていうのか。リズ、それって見られちゃったわね。いくら削ってもダメで、砥石がまたダメになっちゃったのよ。いくら頑張っても全然削れないの。私、細工の才能がないのかもしれないわ。いや、やってみたばかりなんだし当然じゃないか。いいえ、もう20回は削ったけどダメなの。今から砥石をまた調達しに行くわ。それなら俺が砥石を調達してくれよ。リズはここで待っててくれ。それじゃダメなの。私一人でやらなくちゃ意味がないわ。どうしてだ。あのね、私この世界でも鍛冶屋、マシーナリーの職業を選んだでしょ。それは私が鍛冶屋を好きで、どこにいても鍛冶をやりたいって思ったから。でもあくまでもそれは建前。本当はね、これまでみたいにあんたを支えるための剣を作りたかったからなの。ああ、リズはいつでも俺のために剣を作ってくれたもんな。 SAO でもオリジンでも。ええ、けどこの世界だとあんたにはすでにすごい技者の相棒がいた。きっとそれを超える武器なんて今後も現れないわ。確かに夜空の剣以上の優先度や性質を持つ武器は少ないな。俺が武装完全支配術を使えるのもこの武器だし。そうでしょ。だから私はその剣を磨き上げて、キリトが万全の状態で戦えるようにサポートしたいと思ったの。そのために細工を学ぼうとしたのか。ええ、武器をもっと鍛えたり綺麗に磨くにはその技術が必要だからね。サードレさんが夜空の剣を作ったならサードレさんから学ぶのが一番だと思ったし。なるほど、そこまで考えてくれたんだな。ありがとう、リズ。いえ、私が勝手にそうしたいだけだもの。だからこそこれはあんたに手伝ってもらうわけにはいかないのよ。ちゃんと自分の力であんたを支えたい。私はいつだってあんたの専属鍛冶屋だし、これからもそうありたいの。役に立ちたいからね。そのためにはもっと頑張らなくちゃ。もう役に立ってくれてるよ。リズはいつだって俺のことを支えてくれた。優秀な仲間である前に大切な仲間だ。頑張ってるリズを応援したいけど、俺は笑顔で楽しそうに武器を扱ってるリズが好きなんだ。好き？ああ、武器を扱ってる私がよね。どうかしたか。なんでもないわ。だからリズには笑ってほしい。リズに笑ってもらうために俺もリズのこと助けたいんだ。ダメかな。キリト、ありがとう。それじゃああんたに助けてもらうわ。ああ、実はちょっと案があるんだ。案？砥石素材の窓を開いてどうしたの？
リズが砥石に使っている素材の優先度と赤稜岩の優先度を比較してみてるんだ。赤稜岩の優先度が中、砥石が5。やっぱり砥石の方が5弱いよな。そうよ、本で読んだけど砥石の方が弱くなくちゃ素材が削れすぎたり壊れたりしちゃうみたいだから、ちょうどいい優先度の砥石を探したけどこの優先度のものしかなかったの。なるほどな。それじゃあ8か9ぐらいの砥石を用意すれば問題ないってことか。そんなのあるかしら。ああ、ただちょっと取ってくるのは大変だけどな。行ってくれよ。あ、私も一緒に行くわ。本当か？ここにいた方がいいと思うけど。手伝ってくれるのは嬉しいけど、やっぱり自分の力で成し遂げたいもの。まったく、頑固だけどしょうがないな。それじゃ一緒に行こうか。ここって何？なあ、砥石ってヤスリみたいになれば何でもいいんだよな。そうだけど。ここにいる獣がすっごい牙を持ってるんだ。前にユージオと課外授業で行ったことがあるんだけど、獣に噛みつかれたユージオがすっごい怪我してさ、どうにか助かったからよかったものの、気になって刺さった牙の窓を開いて調べたら優先度が9もあったんだ。痛いわけだよな。なるほど、じゃあその牙を使うってわけね。ああそうだ、だからここでその獣を探して倒そう。わかったわ、それじゃあ行きましょう。ああ、個体によって優先度が変わってなければいいんだけど。よし、それじゃあ今から俺が処理するから、リズは後ろを向いててくれ。そうね、ゲームと違ってこういうのリアルなんだっけ。アンズルには及ばないよ、俺はなかなかのサバイバーになったからね、リズ君。よし、優先度9、これならちょうどあの硬い岩を削れるはずだぜ。ありがとうキリト、おかげで助かったわ。まだ礼を言うのは早いぜリズ。それじゃ急がなくちゃ間に合わないし帰ろう。ええ、帰ってすぐにやってみるわ。できた。本当だ、確かにあの時見せてもらった器の形になってる。ありがとうキリト、あんたのおかげよ。いや、削ったのはリズだ。本当に綺麗に器の形に細工できてるし、すごいよ。それじゃサードレさんに見せに行くわ。何かの冗談じゃろう。器の形変かしら。やばい、優先度の高い牙を使ったのがまずかったとかか。もしそうだとしたら俺のせいだと言って。いや、ようできとる、できすぎとるぐらいじゃ。そのまさか本当にできるとは思わなんだ。え、あのわしはの、ジョーちゃんにまず細工の厳しさを教えてやりたかったんじゃ。厳しさ？あの、どういう意味ですか？その課題は普通、修練を始めて2月ほど経たないとできんもんなんじゃ。細工師は皆、初めはわずかに素材を削るのでも骨を折るもんじゃからの。ごめんなさい、白状します。リズ、これを削ったのは少し特別な砥石なんです。獣の牙で優先度が高いのを使いました。それって反則だったりしますか？いや、そんなことは構わんよ。武器を細工できるかどうかは優先度云々の問題ではないからな。これはあくまでもわしの推測じゃがの。
新米の採掘士が皆採掘できないのにはおそらくその思いが弱いからじゃ。見習い時代は皆こんな硬いもんを削って形にできるわけなどないと心のどこかで思ってしまうからの。そんな半端な気持ちで細工などできるはずがない。たとえ不可能に見えようと作れると信じなくてはならんのだ。なるほど、ここにも真意が関わってくるのか。だから仮にその牙を使っても新米は普通素材を器の形になど作れん。闇雲に削ることはできてもな。でもできちゃいました。そうじゃな、つまりジョーちゃんはよほど強い思いを形にしたということじゃ。強い思い。すまんかった。わしはジョーちゃんのやる気を試すために無理難題をあえて言いつけたんじゃ。そんでジョーちゃんが音を上げた頃にわしが現れ、細工は簡単ではないだがそれでもやるかと問いかけ、ジョーちゃんがやると答えれば教える気でおったんじゃ。そんな計画を立ててたんですか。うん、わかるけど、そんなのありかよ。予想外じゃったが、弟子入り試験はこれにて合格じゃ。これからわしの工房に通ってくれ。ジョーちゃんは20年に一人の逸材じゃからの。教えるのが楽しみだ、ボイ。ありがとうございます。頑張ります。試験の合格おめでとう、リズ。あ、まあちょっとびっくりしたこともあったけどな。ありがとう、キリト。サードレさんの計画だったとは気づかなかったけど、弟子入りできたのはキリトのおかげよ。いや、それはリズの思いの強さだろ。この世界はイメージの力がものを言うんだ。だからリズの思いの強さが世界を書き換えてあの器を作った。俺はそう思うぜ。思いね。確かに思いの強さなら誰にも負けないわ。ああ、リズは本当に最高を学びたいって強く願ってたもんな。まったく分かってないんだから。なんか俺変なこと言ったか。どうかしら。ま、そんなあんただからこそ私の思いも強くなるのかもね。リズ、どういう意味だよ。なんでもないわよ。ともかく無事に弟子入りは果たしたし、一刻も早くあんたの剣のメンテをできるよう頑張るわ。お、リズに剣を磨いてもらえるのを楽しみにしてるぜ。